下積みらしい下積みもなく、芸人になってすぐ東京進出を果たしたナインティナイン。めちゃイケなどでメインを張り、あっという間に超売れっ子芸人の仲間入りを果たした。小柄な猿のような個性的なビジュアルと若者受けする新しい感覚の笑いでナイナイを引っ張ってきた岡村。病気や炎上も乗り越え、50代に入ってもしぶとくテレビで生き残っている。今回はそんな岡村隆史の面白いエピソードを紹介していく。松本人志は著書の中でダウンタウンの芸風を真似る若手芸人について嘆く気持ちを書いた。中でもナイナイはダウンタウンのチンカスみたいなもんという辛辣な表現でナイナイがやり玉に挙げられた。当時松本だけでなく浜田もナイナイへの当たりがきつかった。番組で吉本男前ランキングを紹介している時、矢部のパネルだけを取って膝割りした浜田。こういった状況に岡村はダウンタウンに怯えるようになった。高校3年で受けた大学を全て落ちて1年間浪人生活をした。勉強漬けの毎日で時間がもったいないからとお風呂にも入らない日々。しばらくすると足に苔が生えてきた。NSC 時代、ナイナイの二人は全く授業に出なかった。行くのはネタ見せの時だけ。それどころか授業料はもったいないと払わずに延滞していた。するとある日、養成所に岡村、矢部、出入り禁止と張り紙が貼られ、入学後たった2ヶ月で NSC をクビになった。クビの事態に意気消沈し、完全にやる気をなくした岡村は矢部に、どうする？やめようか？と相談。これに対し矢部は、今やめたら負け犬と根性を見せた。この矢部の言葉に説得され、ナイナイはコンビを継続することになった。NSC をクビになった後、なんとか劇場に出れるようになったナイナイ。大阪の神社で開催される新人向けの漫才コンクールにも参加した。その昔、ダウンタウンも大賞を取っている、いわば登竜門的な賞レースである。自信満々の岡村は、てっきり自分たちが大賞を取れると思っていた。が、結果は3位。がっかりした表情を浮かべていると、審査員のオール巨人に、なんやその顔、嬉しないんか、と怒られた。そのコンクール、実際の点数で言うと、ナイナイは3位入賞すらしておらず4位だった。審査員の中に子供が2人いて、子供がナイナイを押してくれたおかげで、ギリギリ3位に入れてもらえた。20代の頃、番組の企画で自分のを見た。矢部のが活発に動き回っているのに対し、岡村のは動きが少なく、ただ流れていくだけ。自分のの勢いのない様子がずっと心に引っかかっていた。20年後、またを見るチャンスが巡ってきた。自分のをスマホで観察できるキットが発売されたのだ。早速手に入れ、試してみた岡村。そこには元気いっぱいに走り回るたちの姿が映し出されていた。岡村は嬉しさのあまり、可愛いと自分のに愛おしさを募らせた。雨上がり決死隊や藤原ら他のコンビとともに、吉本印天然素材に加入した。芸人でありながらダンスや歌のパフォーマンスに力を入れ、アイドル的な人気が爆発した天祖。岡村はネタのクオリティより人気優先になっていくことに危機感を感じていた。黄色い声援より芸人としての笑いが欲しかった岡村、次第に天祖の活動への不満を募らせていった。その尖った気持ちの矛先を向けたのは人気優先の言動が多かった宮迫博之。先輩である宮迫に、なんなん、キャーキャー言われたいの？と突っかかっていき、険悪な状態になった。岡村と中居正広は売れる前からの友人だが、岡村のダウンタウン松本へのビビりのせいで中居との友情にひびが入ったことがあった。ある日、中居が岡村を誘って飲みに行くと、その店には松本がいた。松本を目にして緊張と怖さでパニックになった岡村、その場にいたココリコなどの他の芸人から席に誘われるも、明日早いのでと誘いを断って逃げ帰ってしまった。岡村としては中居も一緒に帰ってくれると思ったが、実際は中居だけ飲み会に残留。岡村はそれが許せず、中居が松本がいると分かっていてわざとそのお店に連れて行ったのではと疑って激怒した。最後は中居くんもうええわと喧嘩別れになった。面食いで知られる岡村、過去には熊田曜子とお泊まりデートをスクープされたこともあった。岡村は繰り返し熊田の顔が好きだと発言しており、岡村に好意があったのは確かだが、結局交際には発展しなかった。その後、熊田と共演するたびに、熊は可愛いな、と未練たらたらな岡村だった。現在は一般女性と結婚して落ち着いた岡村だが、長年女性に縁遠い生活を送ってきたせいで、女性に対して不信感が強かった。そんな岡村の様子を間近で見た陣内智則は、岡村のことを闇が深い、女性をまともに見ることができないと評していた。陣内によると、岡村は女性の一言や仕草を上げつらって減点方式で評価。
陣内は岡村が女性と付き合うのは難しいし、きっとお金だけ抱いて死んでいくのだろうと思っていた。自分に彼女ができない嫉妬から周りの芸人の結婚を祝わないポリシーを貫いていた岡村。特にキャインの天野が結婚した時は、天野が岡村には知らせずに突然結婚を発表したことで怒りが沸点に達した。岡村と天野は会うたびにお互い彼女ができないと確認し合う仲間だった。だが実は天野だけ彼女ができていたのだ。天野の結婚に裏切られたと感じた岡村はへそを曲げて天野の結婚式出席を頑固拒否。招待状の欠席に丸押し、さらに絶対に行きませんとコメントまでつけて返送した。天野からは式当日までずっと式に来てほしいと連絡が来ていたが、全て断って出席しなかった。長い間まともに彼女ができなかった岡村。周りの芸人が次々と結婚していくのに焦りを感じる日々が続いていた。論文の淳が結婚した時も触発されて、早く自分も女性と付き合いたいと強く思うようになっていた。出会いを求める気持ちが高ぶった岡村は、スタッフとの飲み会の後に街で偶然見かけた女性にいきなりナンパするという行動に出た。これには一緒にいたスタッフもびっくり。女性が男連れなのも構わずゴリ押しで連絡先を聞き出そうとする岡村。スタッフが女性の迷惑を考えて、みっともないですよと制止した。邪魔をされたと不満に感じた岡村は腹いせに男性スタッフの一人にディープキスをして帰った。若手の頃ラジオでジュニアのことはあまり好きじゃないと言ってしまった。それを聞いていたリスナーが、岡村がジュニアの悪口を言っていたと千原ジュニアのラジオへハガキを送ってチクった。ジュニアは今度岡村に会ったらしばきますと宣言。そこから岡村はジュニアを避けて逃げ回っていた。一岡町の河本が岡村と二人で食事に行った。高級料理を堪能しながら会話をしたが、岡村の声が小さすぎて何も聞き取れない河本。鍋がグツグツ煮える音の方が岡村の声より大きい状態。仕方ないので聞こえてるふりをしながら、そうですよねと適当に相槌を打ってごまかした。ドラマサイレントにドハマりした。このドラマのラストシーンは主人公のセリフがわからないような演出になっている。その内容がどうしても知りたい岡村は、台本でどう説明されていたかを主演のスノーマン目黒蓮にしつこく聞きまくった。岡村のしつこさに困惑する目黒。矢部はあかんて嫌われんでほんまにとたしなめていた。五反田の風俗に行った時、可愛い子から岡村さんが大好きなんですと猛アピールされた。岡村の上にまたがり、音楽に合わせてセクシーダンスを披露する風俗嬢。熱烈なサービスを受けていい気分になった岡村は勇気を振り絞り、思い切って連絡先を聞いてみた。あれだけ大ファンと言っていたのにダメですとあっさり断られた。3ヶ月後また同じ風俗店に行き、同じ女の子を指名した。今回は意地でも電話番号を聞かなかった。俺からは絶対に折れないと、まるで喧嘩中のカップル気取りで勝ち誇っていた。出川哲朗と一緒に風俗に行く待ち合わせをした。帽子を深くかぶり、人目につかないように隠れている出川。それに対してポストの横で分かりやすく素顔丸出しで立って待機している岡村。通行人に顔をジロジロ見られて身元がバレバレだった。ド M の岡村。ド M 向けのサービスを頼んで、あんたなんか全然面白くないと罵られたこともある。極めつけは隅っこで立っときなさいよと裸で部屋の隅に立たされるプレイ。相手は黙って見てるだけ。これにはド M の岡村も耐えきれず、勘弁してくださいよと音を上げた。福山雅治に会った時、最初から風俗の話題になった。有名芸能人がサービスを利用しても絶対外へ情報を漏らさないと岡村が保証する女の子を紹介しようとした岡村。福山は、でその子は可愛いのと口の硬さだけでなくルックスレベルの保証もしてほしい様子。自信がなくなった岡村は結局紹介しなかった。佐藤春彦や福山雅治と同じマンションに住んでいたことがある。有名芸能人が住むにふさわしいセキュリティ万全の高級マンションだった。ラジオなどで風俗好きを公言していた岡村は、なんとそのマンションにデリヘル嬢を呼んでいた。福山からは、岡村くん行く分はいいけど呼ぶのはダメと注意された。風俗にどっぷりハマった生活をしていた岡村。2020年コロナで世間が大揺れしていた時期に、風俗好きが災いして風俗にまつわる不適切な発言をしてしまった。芸人人生が終わりかけるくらいの大炎上を引き起こした。岡村の発言というのは、オールナイトニッポンで言ったコロナが明けたら美人さんがお嬢をやりますというもの。コロナのせいで経済的に困窮した綺麗な女性が短期間でお金を稼ぐために風俗嬢になると話した。
この発言はコロナで困る人の不幸を喜ぶ不謹慎な発言だとして大問題に発展した。岡村の炎上について他の芸能人もコメントを出した。芸能界の大先輩である和田アキ子は、考えが甘い、公の場で言った岡村が悪いと岡村の認識の甘さを指摘。坂上忍は擁護のしようがない、カズレーザーは周りに対してもっと謝罪をアピールするべきとあちこちから辛口の意見が出された。最終的には矢部が岡村を公開説教する形でなんとか騒動を収めた。新幹線の車内で岡村を発見した女性がスマホで動画を撮りながら近づいてきた。一瞬なんやこれと女性の行動に引いたが、さんまが新幹線で赤ちゃんをあやす神対応で話題になってきたことが頭をよぎった岡村。応援してくれている人かもしれないし、自分も一般人を邪険にしてはいけないと考えて手を振る女性に自分も手を振り返した。すると女性はパッとマスクを取り、重森ですと名乗った。めちゃイケで何年間も共演していた重森さとみだった。先輩を見つけて挨拶より先にいきなり動画を撮り始めた重森に対し、ジェネレーションギャップを感じた岡村だった。岡村のやり方は一風変わっている。一般的なピストン式ではなく、を上から持って水道の蛇口をひねるかのように動かすというもの。岡村本人は蛇口式と呼んでいる。出会いがない岡村を心配してさんまが岡村に女性を紹介したことがあった。岡村は何を話したらいいかわからないからと、その時たまたま淡路島から東京に来ていた親戚のおじさんをデートに連れて行った。この話を聞いたさんまは激怒。岡村の仕事場に乗り込み、いい加減にせよと一喝した。ちなみにその女性に岡村がした質問は、 UFO を見たことありますかだった。さんまは岡村の大ファンだった葉月リオナから頼まれて二人の間を取り持ったこともあった。岡村が待ち合わせのバーに行くと、カクテル片手に真っ赤なドレスを着た葉月が現れ、イエスなの？ノーなの？と問いかけてきた。現実離れしたシチュエーションに、これは絶対ドッキリだと確信した岡村は、葉月からの求愛をきっぱり断った。岡村の女性が苦手な状態は深刻で、相方の矢部が岡村に女性を紹介して二人きりにした時は何も話さず部屋の隅で体育座りしていた。矢部が合コンを開いても普通に楽しく会話ができない岡村は、僕何点ですかと女性に聞いて回り、ドン引きさせていた。そんな岡村が初めて食事した女性芸能人は西田ひかるだった。西田が好きだという岡村のために、プロデューサーが仲を取り持つ形で食事会をセッティングしてくれたのだ。しかし緊張のあまりに何も喋れず、結局西田とはそれきりだった。岡村はキスについてこだわりがあった。それは運を吸い取られるから本気のキスはしないというもの。それが恋人を作らない理由にもなっていた。2010年体調不良で休業生活に入った。その間は淡路島で毎日イカ釣りをして過ごした。自然の中で休養するうちに気力が回復、もうちょっとやってみてもいいかなと感じるようになり、5ヶ月後に復帰した。50代に突入し老化が止まらない。中でも老眼の進みが激しい岡村。 Wi-Fi のパスワードは文字が細かすぎて全く見えないので、爪切りについているルーペで読んでいる。足の小指の爪もルーペがないと切れないと告白していた。東野浩二と金沢にロケに行った。奥さんどころかまだ彼女さえいないのに、未来の奥さんのためにと夫婦茶碗を購入した岡村。その行動を見た東野は恐怖を感じ、あいつどうかしてる、おかしいでとスタッフとひそひそ話していた。ロケ先で余った刺身をもったいないからとタッパーで持ち帰るドケチな岡村。加藤浩二によると、岡村は打ち上げなどの飲食代を一回も出したことがなく、出すように言われると財布を楽屋に忘れてきたと毎回同じ言い訳をするようだ。雛形あき子は23年間一緒に番組やってて、一回も岡村におごってもらったことないと話した。それどころか岡村の私物とは知らずに楽屋に置いてあった飴を一個食べただけで、それ俺のやでと注意された。博多華丸大吉、宮川大輔などナイナイの同期芸人が集まった飲み会が焼肉店で開かれた。岡村は全く焼肉代を出す気がなく、矢部が全員分を支払った。さらに2軒目の居酒屋でも岡村は1万円だけしか出さなかった。その日ベロベロに酔っ払い、前後不覚で大吉の肩に噛みついた岡村。そんな泥酔状態でも財布の紐だけはしっかり締めたままだった。ラジオで鈴木福の身長が岡村を抜いたという話が出るたび否定してきた岡村。とうとう本人が番組に来て2人で身長を計測することになった。
岡村はザジーのヒールブーツを履いて抵抗を試みたが、結果は168センチある鈴木の圧勝だった。本田翼からリアル脱出ゲームに誘われた。超人気女優からの遊びの誘いに普通なら飛びつくところだが、俺明日スノボやからと断った岡村。千鳥のノブからは何してんねん、バッサーとゲームできるのなんか7億円の価値があると突っ込まれた。銭湯で偶然岡村の後ろを通りかかった一般人のおじさん。岡村の尻を見て、わぁと大声で叫んだ。岡村のケツ毛があまりにすごいので驚いてしまったのだ。おじさんは、ケツに猫を挟んでいると思ったらしい。